ました。ガールズ魂 in アクア、イエーイイエーイ、テンション上げてきた上げてきたまあこんな感じで今回も始まるんですが、はい、レイちゃん3回目だよね。そう3回目、しかも全部買ってると思う、2人合わせたら。え、多分え、あの罰ゲームになってないってこと？ない、そうそう、ない、絶対ない。罰ゲーム自体まだ1回ですよね。1回しかないの。そうだ、もう半年も過ぎてだいぶ経ってるんで、でもまだ1回も2回談もしてないわけね、うん、いいコンビで、いいコンビのはずって自分で思ってる、自分で思ってる、勝手に思ってる。じゃあ今日もいけそうな気がする。する。じゃあ早速ボスにミッションの方聞いてみたいと思います。ボスお願いします。お願いします。5,000, 2万, 4万です。え、これって緩い方なん、それとも普通な感じ？いや、うーん、でも5,000は、うん、普通、普通。2万はちょっと厳しいかな。4万も厳しいと思う。だって簡単な時5,000、1万5,000、3万が一番多分簡単だと思う今までであ、じゃあちょっと5000ポイント上乗せされちゃった感じ。うん、そうそうそう。あ、ちょっとやっぱほらうちらのこと強いかもって思ってるからボスも的な感じないですか、ボスさん。うって笑ついてたちょっと愛想っぽくみたいな。そう、期待されてるってことやん。いや、しずには期待は多分何一つしてないから、ボスはね。そうだ、ボスはできれば七瀬じゃない方が楽だなと思ってるはずなのね。いや、そんなことない、二人でほら力合わせて。そうそうそう、いけたやん。だから本当ゲストすごく大事なの。あ、大事、大事。いつも本当感謝で感謝でありがとうございますって思いながらなんで、どっちがいいか決めないといけないので、じゃんけん、またじゃんけん、うんうん、 あれなしね。いや、もういらん感じ。え、あ、なんちゃらの出すアホがいるとか言うのやめてね。分かった、オッケー。え、でも普通のじゃんけんでやんの。いいよ、それじゃんけんで満足できるなら普通のじゃんけんでいいよ。いや、そういうのやめよいや、普通のじゃんけんで別に満足できないと思う。はい、じゃんけんほいでいいよ全然、うん、一応どっちがいい。普通のじゃんけん。違う、そうじゃん、パチンコとスロットだったらパチンコ打ちたい。パチンコ最初はグー、じゃんけんほい。おお、じゃあということで私はパチンコに行きたいと思います。本当に普通のジャンケンでしたね。じゃあ私がスロットの方行かせていただくので、それでレベル3もう一度クリアできるように頑張っていきたいと思います。行ってきます。あ、おはようございます。今日は抽選14番だったということで、とりあえず新ハラロケージに行きたいなと思います。どうしようかな。ここにしよう。これで当店では楽しいゲスト、楽しい企画をご利用さんご用意しておりますので、どうぞ行きたいなと思います。よいしょ、はい、行きます。足が筋肉痛なんですよ。配線確保します。とりあえず朝一はするか。配線から全然打つ予定なかったんですけど打ってみます。打つの3回目です。まだ
ってみたいと思います。そして皆様、前回サイバーブルー打ちまして、その時も信頼か準信頼だったんですよね。で今回と外線の方、これも、まだ準信頼っていうことでいい結果を出せるようにできればボットも行きたいですけど、赤だな、非常にやりたいでございます。頑張ります。なんでいっぱい出ることを期待してます。引き場はね、温存していたはずなんです、パチンコ用の。お、緑に変わりました。どうかな、どうだろう。この見た夢を忘れるじゃん。何もなかった。なんか始まりましたね。これ当たれば嬉しいですね。1で発生。どうでしょうか。これ熱いやつですよね。これ出たらめっちゃ期待できる。 87% ぐらいあるやつ。さっき調べた。どうかな。それそれ言ってる。どうかな、ドキドキ一瞬してきましたね。カナエヘクトも来ましたね。あかんかったー。すごい悲しい。ドキドキ返してほしい。すごい熱いの外しちゃいましたね。
ね、千の利休みたいな人になりました。おじいちゃんみたいな人。あ、来てる。暑いよ。ちょっとなんかどっかで落ちたら行ったのか。あ、ブルッタ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 。え、一緒それは。あ、ブルッチャ。しかも赤文字に変わりました。この人え、ブルブルブルしたもん。ですよね、これ。